皆さんこんにちは。こんにちは、はい、今日はあの長岡市の越路にあるもみじ園に来ています。来ています。じゃあ今日の紅葉はどうでしょうか。ここからちょっと山に登って早速見に行きたいと思います。行ってきます。今回お二人が旅するのは長岡市越路地域をぶらり。越路地域のもみじ園は明治29年頃、神谷の大地主高橋家の別荘の庭園として作られたものです。約4000平方メートルの敷地内には樹齢150年から200年のもみじや山桜、ツツジなど多くの植物が植えられています。最も多く植えられているイロハカエデは北から九州地方の太平洋側に野生するモミジの一種で、高橋家が事業の活動の場であった京都から優れた品種を移植したものと思われます。だいぶ紅葉してきましたね。そうですね、ちょうど見頃、まあ、こっからだと散っちゃいますよね。はい、もう、ね、今週がちょうどやっぱ寒かったから、だいぶ進んだ感じですかね。こちらの庭園は平成元年に旧越路町が寄贈を受けました。紅葉の時期には夜間のライトアップも行っており、幻想的なもみじの様子を見ることができます。はい、じゃあもみじ園の方に、上がってきました。見頃ですね。赤と黄色と、はい、まだ緑のもねありますけどね。そうですね。これから少しずつ、はい、いや、もみじが綺麗です。今、ね、通ってきたところももみじの絨毯が、はい、ここら辺なんてもう、はい、もみじの絨毯ですよ。ね、今昼間ですけど夜になるとここはライトアップされるんですよね。ライトアップされたところ来たことありますか？あります、あります。ありますか？また違いますよ、幻想的な感じがしますね。はい、いや、ちょっと来てみたいですけどね。OK。桜の時計を大丈夫ですか。やっぱちょっと食は大事ですよね。ちょっといい匂いしています。確かに、はい、お腹が減ってきそうだな。あれ、なんかこれですかね。ちょっとなんか行ってみましょう。カメラマンさんいいですか。おやおや、お二人さん、もみじ園の近くにある小さなお茶屋さんを発見。あは、また何か食べちゃうんですか。はい、皆さん見てください、きのこ汁がやってきました。おいしそう。やっぱり食に走ったねですね。もう止められないですよね。しょうがない、はい、じゃあ、食べて感想を述べたいと思います。あったかい、いただきます。いただきます。うん、キノコ結構入ってますよ。なめこに、あとは色はね、うん、薄いですけど、うん、出汁が効いてる感じで。そうですね、素材の味がだいぶしますね。はい、美味しいです。美味しいですね。まあ、こういうこと、こういうところに来た時の醍醐味ですよね、うん、なんかこういうキノコ汁的なものとかね。そうですよね。ね、こうですね、今日は特に寒いので、あったかいのがやっぱ美味しいですね。じゃん、ホタル焼き
コシジはホタルが有名なんですよね。そっか、それでなんですね。そうそうそう、ホタル見れる場所とかもありますよね、はい、そうですよね。だからきっとそれにちなんでホタル焼きなのかなと思いますが、はい、中身は何でしょう。ちょっと割ってみますか。はい、割ってみてください。ちょっとかわいそうだけど真っ二つに。もうあんこが結構たっぷり入ってる。あ、本当だ、クリームもある。クリームとあんことどっちも入ってます。贅沢です。あんことクリームが入ってますね。はい、ちょっとじゃあ、ゆもさん代表して試食してください。じゃあ、いただきます。うん、ふわふわで、中のあんことクリームもそんなに甘くなくて、美味しいですよ、これ。美味しいです。結構大きいですね。うん、おいしいものも食べて、お二人さん、いいもみじ狩りでしたね。頭に、もみじ、乗ってますよ。鬼滅の刃っぽいかな。今をときめく。紅葉綺麗でしたね。綺麗でしたね。もみじ園の紅葉あんなにいいんですね。そうそうそう、私ね、何度か行かせてもらったことありますけど、はい、まあ、久々だったっちゃ久々だったかなっていう。あ、本当ですか。感じですけど、ね、いやちょっと夜もライトアップもされるっていうから今度そこも行ってみようかなって思います。うん、そうですね。本当に長岡市からね、皆さんに入居いただいてるところからほんの、はい、30分ぐらいですかね。そうですね。で、また整備もしっかりされてていいとこでしたね。そう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 、多分長岡のスポットに、ね、なってるんだと思いますよ。はい、じゃあ花火館でお土産買って今日締めたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ思うような外出ができなくご迷惑をおかけしますが、皆さんいろんなことをして楽しんでいきましょうね。